それではね、4段目をやっていこうと思います。まず鎖1で立ち上がってひっくり返します。そして細編みをまず1つ編んで、そしてね、互い違いにバブルステッチをしたいので、この段はね、ちょうど次がちょうどいいかなと思いますので、次でね、バブルステッチをしてみます。2、3、4、閉じて、そして細編みをね、今度ね5個になりますね。1、2、3、4、5個やって、そしてまたバブルステッチ。ブルステッチの後は、あらら、今ね、糸を足しました。はい。バブルステッチの後は、細編みを5個ね、やります。1、2、3、4、5ですね。はい。バブルステッチの段は増し目はね、やっていません。はい、そうですね、ちょうど、はい、真ん中に来てるかなと思いますので、5目やってバブル、5目やってバブルでこの段をねやってこようと思います。はい、4段目がね終わったところで、こんな楽しい感じにねやってきました。ちょっとね、思いのほか可愛くなっちゃって、ちょっとね、でもちょっとかぶってみます。ちょっとね、試着してみます。試着してみます。はい、よいしょ。とんでもなく可愛いのができてることには間違いないんですけど、似合うかどうかっていうと、ちょっとねちょっとね、みたいな。あとね、ちょっとね、30歳ぐらい若かったらってちらっと思いましたけど、はい、でもまあね、頑張ります、このまま。はい、想像以上にね、ちょっと可愛くなってます。はい、それではね、表に返して、はい、編んでいこうと思います。でね、次で増し目をどうするかなんですけれども、だいぶねもう広がってる感じするんですよね。じゃあちょっとね、何センチかを測ってみようと思います。メジャーで、ここからね測っていってみます。大体になりますけれども、170センチ近くねありましたね。170センチはいになっていました。こんな感じですね。はい、でね、多分もうね、増し目はね、いらないってことだと思うんですよね。ふんわりギャザーで可愛いのがね、できそうなんですが、はい、ちょっとね、増し目をね、やめておこうとね、思いますね、ここでね。はい、ちょっとね、自分でもね、作ってるものがおかしくて笑っちゃってるんですけど、我ながら面白いものを作ったなと思ってますけれども、でもね、ちょっと糸が絡んだのでほどいてきます。はい、では身ごろの 1,2,3,4 5段目ですね。5段目の、表を見て編む長編みは増し目をねもうしないでいこうと思いますね。はい、
で普通に長編みを1目ずつねやって試してみようと思います。1目ずつね、長編みを編んでいきます。パプコーン、バブルステッチの左、一番この左、バブルステッチの右のキワですね、ここ、はい、ここね、忘れやすいのでね、気をつけていきましょう。今回間に5目ありますから、細編みがね、間に5目ありましたね。はい、カウントしながらね、編むといいかなと思います。社長さんのすすり泣きがね、聞こえてきていますね。もうね、今結構な深夜なんですね。それで彼はね、母ちゃん一緒に寝ようってすすり泣きをする時があるんですよ ね。 でね、今日はどうもすすり泣きをする日みたいで、さっきからねちょこ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 様子を見に来ては帰って、でベッドに帰ってすすり泣きをして私を呼ぶというパターンで、すすり泣きするんですけど、どうしたのって見に行くとケロッとした顔してるんですよね。そんなにべったりではないと思ってるんですけど、ちょっとねすすり泣きしてるので見てきます。恨めしそうな顔していましたね、ベッドでね、はい、ではね、先ほど申しました通り、ここの段は増し目なしでね、1目ずつやっていきます。はい、それではね、身ごろの 1,2,3,4,5 段目ですね、 1,2,3,4,5 段目が終わったところなので、これから6段目ですね。 1,2,3,4,5、 はい、6段目になります。鎖1で立ち上がって細編みを3つ進めます。細編みを3つ進めて、1目目にねマーカーをしておきます。よいしょ、はい、そして表の様子を見ると、この真ん中でねバブルステッチをしたいので、ここでちょうど良さそうだなと思うんですね。間にねちょうど来たらいいなと思ってやっています。4やって、ちょっとね、長編みの途中をね、4本編みます。伸び伸びとね、編んでいますね。縮こまって編むとね、バブルが小さくなっちゃいますので、伸び伸びと編んだ方がね、大きいバブルになりますね。で、今1個やって、細編み1やって、1,2,3,4間に5目で、はい、いいと思うんですが、ちょっとねここまでやってみますね。2,3,4
ね、もう増し目をしていないので前の段とね同じでいいので、これでいいですね。はい、最初に細編み3バブル1細編み5バブル1細編み5と進めました。でね、このバブルステッチはこの3段でね終わりになりますので、はい、ここをね頑張って編んだらあとはひたすら長編みという形になっていきます。なんかね思いがけず可愛くなっちゃいましたちょっとね笑っちゃうぐらい可愛くなっちゃいましたね。ちょっとあのできた今できているものがね私の予想の斜め上をいった感じですあのいい感じですね。はい、私的にはちょっと楽しいのができてよかったかなと思います。よいしょ、はい、で今やったところを見るとこんな感じですね。はい、はい、いいかなと思います。であのふんわりねあの胸元にねギャザーが入る感じになるんですよね。であのふんわりねかわいいすごいかわいいですね。かわいいポンチョに、ね、なりそうですね。はい、なんかね予想よりね増し目を少なくてよかったんですよね。この身ごろに入って最初に倍の目にしましたね。はい、ここがたっぷりだったのでここは人目を気にしてここはもう増し目なしということで、はい、やりましたので、増し目をしたのはね2段だけでしたね。はい、それで十分な目数が取れていたようなのでここからはねこのフリフリ感を楽しみつつ、はい、ここからは増し目なしなのでこうストーンと降りていくような感じになっていくかなと思います。私ねこういうの初めてね編んでるんですよねちょっとねめちゃめちゃ楽しみです。ご覧のようにね、ポコ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 可愛いバブルステッチが、3段に、ね、なりました。で、この身ごろの方の数は 1,2,3,4,5,6 6段目までね編んだことになります。はい、今ね6段目が編み終わりましたのところなんですが、はい、あのまだね引き抜いていません。はい、ここが1目目になるんですけどこちらに返してね、はい、やってみようと思います。ここがこの段のね1目目でした。1目目ね、はい、ここに頭がありますね。細編みの一番最初の細編みの頭です。こっち側に刺してループを取って抜いてあげようと思います。これはね次の長編みが編みやすいのでね私こんな風にね時々、はい、やっています。はい、そして長編みを1目に1つずつやっていきますの で今この糸が出ているところに針を刺しますね。1目目ですから、はい、ではね長編みの立ち上がりをここにねこうやってこう分かりやすくなるんですよね。さっきのようにあの引き抜くと、はい、一つねできました。で、まずはね、どれぐらいの広がりの感じギャザーになるかを確認したいのでね、まずは増し目なしで1目に1つずつですね前段の、はい、このバブルステッチのところ細編みの頭1目に1つずつ長編みをねやっていってみようと思います。あの1段ではねちょっと判断できないかなと思うので3段ぐらい編んであのどういう感じになっているか皆さんに見ていただいてそれからねあのどうしていくか決めようかなと思います。はい、何しろね初めて編んでるのでね、はい、様子を見ながらという感じです。このようにね1目に1つずつまずね長編みを編んできます。はい、途中経過を、はい、ご覧いただこうと思います。で、ね、あのバブルステッチはね3段繰り返しましたね。はい、細編み裏から見て細編みの段でバブルステッチをねしてきました。3段であの3段目になってね
ごくたまにピッチが合わない時がありまして、でそういう時はね、あの見た目を大事にしました。なので細編みを間5目っていうのをところどころね4になった後半なんですけども、多分ねその前の段でね目を飛ばしたり私が間違ったんだなと思うんですけれども、見た目を重視して間に来るようにしたらね綺麗にね収まったかなと思います。ちょっとね一周ぐるりもうね見たら笑っちゃうぐらい面白いというか可愛いというか、はい、こんな感じで、はい、自分のね編んだものですけど、とてもね楽しくて終始ね楽しく編んでおります。そしてこういうギャザーたっぷりにしましたので、はい、ちょっとね体型カバーにもいいし、ふんわりね空気を包んで、しかもギャザーでねたっぷりなので動きやすいんじゃないかなと思うんですね。なので長さはまあ肘ぐらいと思って今ね編んでいます。でこの身ごろの長さをね測ってみます。はい、ここはねバブルステッチ以降もルールは同じでね、長編み細編み長編み細編み長編み細編みと裏表返しながらね、細編みは裏を見ながら長編みは表を見ながらというね終始同じルールで編んできています。身ごろの丈、そうですね、20センチぐらいですね、20センチぐらい、はい、段数でいうと長編みで、長編みの段数が 1,2,3,4,5,6,7 段ですね。長編みが7段、細編みが6段で20センチになっています。はい、ではねこの状態でちょっとね女子マネさんに試着してもらおうと思います。はい、女子マネさんにね試着いただきました。かわいいですね女子マネさんね。でちょうどね今ねバスト下ぐらいまで来てますよね。でちょうどね今の身頃の倍ぐらいで一応ウエストあたりまで来そうだなという目安ですね。まあとはね私自身が試着して、はい、決めていこうと思うんですけれども、今ねこのような見た目になっていました。それではねこのまま引き続き、裏を見て細編み、表を見て長編みをこのままね増減なしでずっと繰り返して編んできます。はい、ですね頑張ってね編んできました。でねメランジがねあとこれぐらいこれぐらいはいこれぐらいなんですが、ね最後ですね、もうメランジね手に入らないだろうと思いましたので、全部ね6玉と半端でしたけど使い切っちゃおうと思って、残り 28g ですね。どうかな、足りるかちょっと自信ないんですけれども、もしまあ足りなかったらね1段この細編みの段をほどけばいいかなと思うので、はい、これでねやっていこうと思います。はい、パフェはね9玉目ですね。はい、でね、今ね最後の、細編みの段でこれから最終段縁編みなんですけれども、縁編みをね10の倍数でやりたいなと思ってるんですね。なので、皆さんは最後の段長編みでも細編みでもいいんですが、最後の段が10の倍数になるようにね数を数えていただいて、ちょっとね増やす場合は続けてこう隣同士で倍の目にしないようにして、ちょっと離れたところでね、はい、10センチぐらい間隔を置いて目を増やしていただければいいかなと思います。はい、10の倍数にしていただければと思います。はい、それでは、縁編みの段をやっていきます。最初に鎖1で立ち上がって細編みを1やりますね。で、はい、マーカーをつけておきます。はい、でここからね模様編みに入ってきます。次の2つは中長編みをします。はい、中長編みをします。次の3つが長編みをします。3目ですね。はい、はい、そして次の2目が中長編み、次の3目が細編み、
こういう感じで緩やかなあのカーブにしていこうと思うんですね。はい、次また中長編みを2つ社長さんがねおやつくれくれ攻撃ですね。でもさっきねあげたばっかりなんですよ。社長さん、社長さん、おやつ終わりです。おやつさっき2つあげましたよ。食べ過ぎです。終わりです、終わりですね。わがままなんですよね。すすり泣きしてあの同情を買おうとするんですけど、あのさっきねガム1個にクッキー1個あげたんですよね。からちょっとねもうちょっと時間置かないとあげられませんよ。社長さんね意外とねあの腸がデリケートなんですね。まあ私に似てるのか、腸がデリケートでね、はい、ちょっとねいっぺんにあげるとねお腹壊しますので、はい、うん、こういう感じで、はい、ちょっとねこの辺でお見せしたいと思います。ここであのスカラップって感じにしてしまうとちょっと甘すぎるなと思うので、こういう緩やかなねウェーブにしようと思います。はい、まっすぐのまま終わってもいいですね。お好みだと思うんですけれども、私はこういうちょっとね長編み中長編み細編みで緩やかなカーブにしようと思います。一模様が細編み3、中長編みが2、長編みが3、中長編みが2という感じで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 これをね繰り返していきます。でスタートは細編み1からやりましたので、終わりに細編み2が来る感じになると思います。このような感じで、はい、少しねちょっとだけ変化をねつけようと思います。それではねラストスパート頑張っていきます。はい、今ですね縁編み1周年やってきて、毛糸ね結構残りました。よかったです。あまりギリギリでもねハラハラするので、はい、よかったです。で今ねちょうど終わったので、ここで引き抜いてね、これでねやっとね完成になりますね。はい、あの細編みの段があるからね、あのなかなかはかどらなくて、私的にあの結構ね時間かかりました。はい、でもねあの予想以上にね可愛いのができちゃって、あのちょっとね恥ずかしいんですけれども、でもせっかく編んだのでね着ていこうと思います。ではね糸始末いたしますね。針で、はい、1目目の方と合体してキュッと締めますね。はい、いつも通りにいたします。はい、しっかり、はい、ね、手洗いで洗濯することになると思いますので、そんなにね激しく洗うってことはないと思うんですが、やっぱりね着るものは特に丈夫にねつけておくといいかなと思いますので、しっかりね繊維に割り込みながら、はい、始末をねしていきましょう。はい、そして、はい、今着たところをね戻っていきます。ぐし縫いしてこうやって繊維を、ただね毛糸の下じゃなくて毛糸の繊維に割り込みながらね、いつも私は帰るようにしています。そうするとね外れたことがないので、このようにねいつもやっています。はい、最後もねキュッて引っ張ってしまうとね突っ張ってしまうので、はい、これねカットして完成しましたね。10個目はまあそんなに使いませんでしたね、こちらね。はい、であのこちらのさっき25ぐらいだったかなちょっと記憶が、はい、そんなにね最後の段 14g、 10g ちょっとぐらいね使ったようですね。はい、全貌をねご覧いただこうと思います。はい、もうねあのメランジね6玉と、
6玉半ですね、結局、はい、6玉半使ったことになります、ね、上の方は前回の動画でご覧いただいてね、玉編み、バブルステッチね、3段で表情を出してユーモラスな感じに、ね、なっています。はい、可愛いポンチョができました。ちょっと逆さまにねしてみます。はい、たっぷりですね、すごいたっぷりですね。もうね、なんか本当にね、ニコニコしちゃいますね、あまりの可愛さに。はい、はい、色もねすごく可愛くなりました。じゃあね、ちょっと試着したいのは山ですが、あの長さと横幅をね測っておこうと思います。およそになりますね、メランジ結構伸縮するので、この首は12センチだったと思うんですね、確か。そうですね、首の方は12センチなので、切り替えのところから測ってみようと思います。あの一番裾の一番長いところから切り替え線までを測ってみますね。はい、およそになりますが、44センチになっていますね、44センチ。そしてここが長編みの段数がね、ここ一番最初から何段だったか数えますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14編んで細編みが来て、15段目が縁編みとなりました。はい、私の手加減でそんな感じにねなっています。ここちょっと毛糸がなんか、はい、はい、大丈夫ですね。それではね、横幅を測っていこうと思います。横幅ねすごくあるので、半分折りでね、半分折りで測って4倍って感じですよね。はい、半分折り、ちょっとね今ねちょっと社長さんがお膝に来てるんですよね。はい、この横幅を4倍する感じで、ほぼ45センチ、45センチの4倍くに180センチかな、 45×2 が90センチで、その倍だから180センチですね。はい、たっぷりのギャザーの、はい、あのポンチョになりました。はい、あの丸襟のポンチョね初めてですね、ハイネックも初めてですが、なんかねあの形としては理想通りですね。そして上のポコポコが甘いので、ここはね甘さを減らして緩やかなウェーブにしてみました。スカラップだと、こうスカラップ好きなんですけど、ちょっと甘すぎるかなと思いましたので、はい、ではねこの引き抜き編みのところ、はい、がこんな風にねなっています。まあね、あの横でも背中でもねいいかなと思います。それでは、社長さんが膝にはいますけれども、試着しようと思います。あの出来上がってね試着するの初めてなんですよね。ちょっとねかぶってみようと思います。いや、スポッとね緩やかにかぶれますね。うわ、ね、背中ね、ちょうどねウエストぐらいになっていますね。社長さん、膝にいる社長さんも一緒に入れる感じです。そして肘はね丸々ね隠れる長さにねなりましたね。はい、もう毛糸使い切りにしようと思ってとにかく頑張って編んだので、はい、あ、ちょうどね座っていて、ちょうどなんだろう、太ももより少し上ぐらいな感じで、はい、切れてますね。背中ウエストのあたりまでという感じで、これね作業がねしやすいですね。こんな感じにね、こんな感じです。はい、これね動画撮るときにいいですね。手首がすっきり見えて、はい、でも暖かい、首も背中も暖かい、背中あったかいですね、すごくね。大人のジレを編んだ時にね、メランジの暖かさをすごく実感したんですよね。その大人のジレはメランジのグレーと、こちらの同じねスモーキーパープルにロイヤルモヘアの薄い紫をね
引き揃えて編んだ大人のジレっていう動画があるんですが、その時のジレ私気に入っててね、結構昼間着てるんですけど、あのジレはね腕がないから動きやすいんですけど、こちらはね肘も背中もあったかくて、はい、ウエストまであったかくて、しかもこう作業効率がいいというか、いろいろ体を動かすシーンでねすごく便利だなと思うんですよね。ちょっとね可愛いですもうね、いや本当に嬉しいですね。ちょっと社長さん、社長さん、はい、皆さんにご挨拶してくださいよ。せっかくね来たんだから、久しぶりでしょ。はいはいはい、社長さんメモって、うん、挨拶した、もう一回挨拶して、うん、した、挨拶した、こんにちは、はい、こんにちはしたね。はい、社長さんも一緒にねポンチョの中にすっぽり昼寝できますね。はい、一緒に昼寝できる感じにね、こんな感じですね。はい、お手でペロペロしてますけれども、はい、ではね一旦脱ぎます。はい、スポッとかぶれるから、こう朝起きた時にねとりあえず着るっていう感じもすごくおすすめですね。パジャマの上からとりあえず寒いのでパッと着る感じ、はい、夜もお風呂上がりにね、あの湯冷めしないようにパッと羽織る感じで、これだとずれ落ちる心配もないし動きやすいのでね、すごくねいいかなと思います。これね、あの今ちょっと思ったんですけど、もう少し長く編んで腕を出す場所の穴を開けたら、あのなんかケープのコートみたいにもなるなとかね、ちょっとね思いました。今日は、はい、後編としてこちらの、こちらのねバブルステッチの終わりの方からずっと編んで、このように、はい、完成することができました。本日もね、あの長時間ご視聴くださり本当にありがとうございます。こちら前半の動画もう順調にね再生回数が伸びていて、皆さんねやっぱりまだまだあったかアイテム必要なんだなと思いますので、まだまだね私としてはあの3月の声を聞く頃まではあったかアイテムねまだまだね編んでいこうと思っていますので、またね楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次の動画でお目にかかります。緑川と社長さん、はいはい、社長さんでした。さよなら、またね。はい、女子マネさんに早速試着していただきました。女子マネさんめちゃめちゃ可愛いですね。すっごい可愛いです。社長さんがね、下にいます。はい。あの、ちらっと映ってますけど、我が家のツリーね、明日片付けます。はい。明日片付けますね。はい。いつもね、あの、10日か11日にね、毎年片付けています。はい。あの寂しいんですよね、クリスマスで片付けちゃうと。だからいつもね年を越してから片付けています。でね、こんな感じで、はい、ちょっとね接写してみます。あの重ねたパフェのモヘアの一番最初のところが首のところにね1段目がなって、たまたま濃いピンクから始めたのでなんとなくメリハリがついたかなと思います。そしてバブルステッチを3段ね入れました。これね、あの可愛すぎたけれども作品としてとっても面白いというか楽しくなったので、はい、着ててもねちょっとにんまりしちゃう感じで、はい、あの可愛すぎるけど、うん、あの着ようと思います。はい、大事にね、すごいあったかいですからね。はい、であのこうギャザーにねなってますね、増し目をしたので。もうねここからあの全然増し目をしないで編んで、増し目をしたのは最初のこことここだけでしたね。なので編み方としてはね本当に長編みと細編みだけでね、とっても簡単な編み方になります。ただ横幅ね、あのなんだっけ90、90で180なので結構距離があるのでね、それなりのお時間がねかかりました。でもねその分ね、あのとっても素敵になったかなと思います。でまあ後ろ姿もね同じ感じですね。はい、あの後ろ前ないので、はい、横から見てもこのような感じです。はい、是非ね皆さんも波太毛糸ね、七色彩色とか普通の、ウールの波太でも全然
可愛くなると思います。何かねモヘアを引き揃えてふんわり感を出すのが私ならではのやり方ですが、モヘアがなくてもね可愛くなりますので、ぜひね動きやすいこの丸襟のポンチョ、ぜひ皆さんの、アイテムにも加えていただければと思います。はい、床に置いた感じです。社長さんもふみふみしてますけどね。社長さんダウンしてください。ダウンダウン、いえあれかですね。はい、ポンチョのね全貌はこんな感じですね。床に置いてみました。サイズ感がねわかるかな。はい、ではね恒例をレをいたしましょう。はい、社長さんにね試着していただきました。すでにねもう寝ようとしていますね。かなり気に入っちゃったみたいですけど、あったかいですよね社長さんね。今までね私の膝でずっと寝ていたのでね、はい、はいはいはい、社長さんダウンして、うん、ダウンして、母ちゃんのポンチョ気に入っちゃった。気に入っちゃったね。そうだよね、はい、一緒にねぬくぬくしようね。